マルティン・セバスティアン・アンデションは、スウェーデン・スコーネ県、エンゲルホルム出身のサッカー選手。ドイツ・ブンデスリーガー、1、FC ・ケルン所属。ポジションは FW。2010年にスーペル・エッタンのエンゲルホルム FF でプロデビュー。2011年シーズンは28試合12ゴールを記録し、3位アクシの原動力となり、2012年にカルマル FF に移籍。 以降、ユールゴーデン・イフ、イフック・ノルシェー・ピンとアルス・ベンスカンのチームを渡り歩き、2016年シーズンは、イフック・ノルシェー・ピンで30試合14ゴールを記録し、1部リーグで初の2桁ゴールを記録した。2017年8月31日、ツバイテリーガの1、FC ・カイザース・ラウテルンと3年契約を締結。加入1年目は2部リーグながら12ゴールを記録。 2016年6月 1FC ウニオンベルリンと2年契約を締結。2018から19シーズンも2部リーグで12ゴールを決め、初のブンデスリーガ昇格に貢献。初のトップリーグとなった2019シーズンも前線で奮闘し、2020年2月にはウニオンベルリンとの契約延長に合意。同シーズンは33試合12得点を記録し、 届く後3年連続2桁ゴールを達成し、ブンデスリーが残留に導く。この活躍もあり、2019から20、シーズン終了後には、シャルケレ a 4、ニューカッスルユナイテッド FC、リーズユナイテッド FC などが、アンデションの獲得に興味を示していると報じられた。2020年9月15日、1、FC ケルンと2023年までの契約を結んだ。 2017年1月のコートジボワール戦で、スウェーデン代表デビュー。同年同月のスロバキア戦では2ゴールを決め、代表初ゴールを記録している。しかし、2018FIFA ワールドカップは招集外に終わった。ありがとうございます。